ここですね、間違いなく。はい、どうも始めました。今回はですね、なんとフィックスドワウ会、急遽発表され、そして発売されました、こちらインディゴノートフィックスドワウ、ビーズの松本貴弘さん監修ということで、松本さん直筆のインディゴノート藍色の音っていうロゴがね書かれてますけれども、いやーこれね、まだ僕音出してないんですよ。そもそもフィックスドワウって何なの、あと何に使うのって思ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、ワウペダルってありますよね。ワウペダルって普通ね、こういう風なものを足で踏んでワウワウいうような感じの音がすると思うんですけれども、途中の位置でこう止めるということからフィックスドワウという風な名前がついてまして、これがねつま先側かかと側に踏むような形で動いて、まあ、ここで固定させるっていうことによってお好みの位置で固定できるっていうようなものになってるんです。でそうすると何がこういいことがあるかっていうと、まあサウンドメイクですよね。ワウが途中で止まってるので独特な音のカラーが生まれて、それがねビーズのあの松本さんのサウンドを生んでるわけなんですけれども、もうやっていきましょうか。本日使うアンプはこちらでございます。ボグナーのシーバっていうアンプがありまして、これね僕のチャンネルでもねあんまり使うことなくて、今日はねせっかくなんで使っていきたいと思います。じゃあまずはアンプ直の音からいきましょうか。歪ませております。いやーいいですね、ボグナーな感じの音がしております。じゃあつなぎますよ。これどうなのかな、ちょっとどうしよう、真ん中ぐらいにしとくか。いきますよ、オフだとオンにします。んよっ、あ、思ったよりあっさりだな。あーはいはいはい、多分このあたりですね。あーそうそうそう、なんかね今までのフィックスドワウと結構違いますね。新しい感じかも。ディレイかけます。ビーズの松本さんもツアーで使われているボスの DD500。 おちょっと今のフレーズは僕が今適当に弾いたフレーズですけれども、ぽい。つまみいじってやってみますね。こっちにすると、まあ、かかと側っていうのかな、音がこもる。ここですね、間違いなく。ああはい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 、なるほどなるほど、この辺かな。でピックアップも変えたくなりますよね。やーばやーばやば、ここで登場させましょうか。じゃーん、フィックスドワウのこのツアーサンプルって、これね以前松本さんがねこう使われてたやつ、まあもう2個あるんですけれども、多分ね皆さんこっちの方があの聞き慣れた音かもしれない。これまでの松本さんの音っていうことで言うと、こっちの方がなんかちょっとこう突き刺す感じがしますよね。せっかくなんでこっちのタイプ03、それよりももうちょっと前の型っていうのかな、はい、こちらも弾いてみましょうか。あー僕ねこの03すごく好きなんですけども、このやっぱね今までのこのイメージが
松本さん強いので、それが今後こうなってくるって感じなのかな。いやもうなんかただただ楽しいですね。やっぱこういうエフェクターって楽しいなっていう、これもういいですね。さあどうだ。いやー、松本さんやっぱりあのソロの単音のフレーズ弾くときにあの結構かけてらっしゃって、リフとかでかかってる時もまあなんかこういう感じのね、ギミアラブみたいなこういうやつでもあるけど、コードみたいなの弾いてる時はかかってないことがまあほとんどですね。ここまで僕なでやってきましたけれども、他のアンプっていうかもっと身近な機材で鳴らすとどんな音なのかっていうのも気になると思いますので、マーシャルにつなぎ替えてみたいと思います。マーシャルって感じですよね。じゃあこっち行ってみますね。あーなるほどね。あ、これ結構差出るんじゃないかな。あー、こうやって分かるようにマーシャルでやってもやっぱりね、こうフィックスドアを入れるだけでタック感がねすごく出るんですよね。ディレイをオンにしまして、でね、このやっぱマーシャルだとどうしてもこのマーシャルのこのどぎつい感じ、これがちょっと違うなっていう時が僕は思うことがあって、どうしてもちょっとハイがピーキーっていうかそっちに行っちゃうので、やっぱねちょっとエフェクターで、実はあのビーズのあの火の鳥のライブ僕も見に行かせていただきまして、すごく音かっこよくて、松本さんのああいう音も出せるようにしたいというふうに思って作ったところがあって、ちょっとねやってみたいと思います。はい、繋がりました。接続順はフィックスドアが先で、その後に歪みですね。アンプの設定は結構クランチサウンドにしとくんですね。これドクリーンで受けるよりもクランチにしておいた方が音のね、最終的なこの迫力感みたいなのがちゃんと出てくるのと、こういうクランチってどこのスタジオのマーシャルでも出せるじゃないですか、割と。はい、それにこれをかける感じです。オンにしてみますね。そしてディレイもオンにします。おお、このミッドの感じがマーシャルなんだけれども、マーシャルっぽくなくなったの分かります？ポイントとしてはミドルを上げる、上げ目で設定するってところが結構ポイントで、あとバイトモード通常はオンにした方がビーズの感じが出やすいんですけれども、フィックスドアウト混ぜるときはこっちね、バイトモードオフで僕いいと思っていて、今オフにしてあります。いやー楽しみだな、どうなのかな、初組み合わせいきますよ。マーシャルのいいところは残しつつ、ここでねしっかりタック感みたいなドライブ感を出す。で最後にインディゴノート、これ買えなかったんですっていう方に、どうやったらいいかをお伝えしたいと思います。まずはお持ちの上ペダル、これをつないでみてですね、半分のところで止めてみるということですね。あー、この上ペダル勝手に下がるぞ。昔ね僕消しゴムでやってたりした。半ワウかかっております。これねちょっとねイライラっていうかね、なんかねすっきりしないんですよね、このワウペダルで半ワウの音を作るってできるんですけど。で他にはですね、はい、こちらですね、フォーカス NX っていうものがありまして、これワウの回路が入ってるわけではないんですけれども、ビーズの松本さんのああいうワウっぽいのが出せる感じになってまして、僕のおすすめセッティングとしてはこんな感じになっております。やってみましょうか。
感じ。こういう感じでフォーカス NX でやるっていうやり方もあるので、まあ、ぜひねお手持ちの機材だとか、まあ、買えるものの範囲内でこういうねちょっと半ワウっぽいサウンドを作ってみてやってみるっていうのがビーズの感じを楽しめる大事な大事なアイテムなのではないでしょうか。ぜひ皆さんもワウハンドメッチして楽しんでみてください。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。